昭和20年、太平洋戦争の戦局は悪化し、山陰地方にも戦災は及んだ。7月28日、松江市近郊に来襲した米軍機260機により、死者39人ほか多数の負傷者が出た。この映画は、時代に翻弄された家族の物語です。ちゃん、大地、どがしたかね、急に、うん、休暇が取れたけ。まあ、立派な軍人さんになって暑かったろうに、はよ、家の中入りなさい。帰ってくるなら、なんで連絡せんだった二人が元気なんで、安心したよ。そがーか、くてはまほろばだ。そがーだが、いいとこだが。俺は潜水艦乗りだけ、ハッチを開けたとき、空が眩しくて、同じ空を母さんもフミも見てるっていつも思ってるよ。当たり前だが、空は一つだけ。大地、今日はあんたにうまいもん作ったるけ、うん、待っちょけ。お母さんがあんなに楽しそうなんて久しぶり。兄ちゃんな、特攻に志願した。特攻？なんで？なんでお兄ちゃんな？兵隊さん他にもいっぱいおるがね。日本中が軍心で埋もれんと勝てん戦争なんだ。母さんには話さんでおくけん。戦争はいつになったら終わるかね。村に若い者の手がなくて困るがね。ああ、うん、母さん、うん、これ預かってほしいんだけど。これはあんたの海軍兵学校の入学記念にお父さんが買ってごされた分だが、そがーな大事なもん。戦場では持ち歩けんけ。そがーか、わかった。あんたが戻ってくるまで大切に預かっとくけ。太一、あんたにこれを。何？千人針だよ。あんたには無事戻ってきてもらわんといけんけえね。ん？大地、汽船の中でこれ食べて。じゃあ、
広島に戻るよ。兄ちゃん。母さんを頼む。行ってきます。小林さん。はい。手紙です。ご苦労様です。ありがとうございます。お母さん手紙、お兄ちゃんから。はい。大地から。あ、ご苦労さんでございます。あんた、聞きなかったか。おととい広島で新型爆弾が落とされたって。広島えらいことになっとらしいわ。お二人の元気なお顔を拝見し安心しました。お母さん、車中でおにぎり大変おいしくいただきました。大地の決意を聞いてください。国家の危機に青年が立つのは当然のことです。大地は近く海電攻撃隊として出撃します。生死のほどは論ずるところではありません。ただ今日の日本が私たちの突撃を必要としていることを知っているのみであります。千人張り、ありがとうございました。お母さん、無理をなさらずに朗らかにのんきに暮らしてください。ふみちゃん、幸せになれ。8月5日、広島にて、小林大地。大地！大地！大地！おばあちゃん。兄とは、ここで別れたのが最後だったのよ。お話聞いてもらえてよかったね。あなたに兄弟は？兄がいます。おばさん、こんばんは。おかえり、エリちゃん。ちゃんだ。ボンに二人で帰るからよろしくな。二人？え？彼女？